はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。前回ですね、フェニックス戦で1回死にましたけれども、まあ無事リベンジを果たして、まあウィズダムキューブのこの地上ですね、もう少し先を探索していきたいと思います。じゃあ行きましょう。お、いきなりイベントが始まった。誰だ？ノーベルガンダムではないか。ガンダム？ノーベルガンダム？え、だってこいつ被検体でしょ。お前もこの世界に来ていたんだな。うん、気づいたらここにいたの。それでネバーに捕まって。そうか、詳しい話は後だ、一緒に来い。でもその時ヒーローたちの背後のシャッターが閉じた。何？ふっふっふ、ようこそヒーロー諸君。また貴様か。俺たちを閉じ込めて何を企んでいる？ノーベルガンダムと戦っていただきたいのです。エターナルのたっての希望でね。本気で戦ってくれよ。ノーベルガンダムの実力が証明できないからな。さあ早くファイトを始めろ。いやよ、私は戦わないわ。そうか、ならばバーサーカーシステムを使うしかないな。誘波動発祥者誘導波かウィーン。うわー、ノーベルガンダムどうしたって言うんだ。うおー、ぐわ、はあはあ、なんだこの冷たい拳は、まるで魂が通っていない。うおー、仕方がない、戦うしかないのか。行くぞノーベルガンダム。おっと、バックアタックか。痛い、強い。弱点らしい弱点はあんのかな。ゴッドスラッシュ、ちょっと回復させないといけないからな。とりあえずアンクを使って、やっぱウルトラマンっすね、ウルトラマン。ゼロスラッグアタックで、こいつはちょっとヒールを使ってユニコーン回復させましょう。痛い。とりあえず、うわ、重ねた。とりあえず1回攻撃か。それであれば助かる。マシンキャノン。こいつ攻撃して大丈夫かな。ちょっとディフェンスを張ろう。シールドで、ゼロスラッグアタック。ドラゴンテイル。うわ、食らう。かわされるな。回避率が高いのか。結局そのままピコンピコンになってしまった。ライジングガンダムで一気に回復させるか。うん、メテオ、あ、カプルってなんだっけ。エネルギー攻撃力が上昇します。おお、いいね、使おう。エネルギー系、あ、これエネルギー系だね。ドラゴウィングは物理系だし、じゃあこれかな。スラッシュストライク。あぶねえ、早い。お、カップルとかめっちゃ減ったな、 SP が。全然見てなかった。爆熱ゴッドスラッシュかな。そうするとライジングガンダムで回復間に合うか。あ、25使うわ。メテオと、うわ、死んだ、やられた。復活キットを使うか。連続攻撃、凄まじい攻撃力ってわけではないけど。よし、どうする、畳めるか。ゴッドガンダムのあれがなくなっちゃったかな。もう一旦様子を見るか。ヒールレインを張りましょう。うわ、ゼロスラッグアタックが25使うのか。マジか。ちょっとコストパフォーマンスのいいゼロナックルだな、とりあえずは。よし、これでいこう。死ぬなよ。
2回攻撃してきた。次で畳みましょう。よし、ラッシュ、ラッシュ2で行こう。オーバードライブ、赤破天狂拳、ヒーロー技、ウルトラコンボいけるな。こいつはわー、ファイヤードリルキック、フォーゼとウィザードがあって限定されてんのか。じゃあストライクドラゴンゴー、いてー、それな、このガールナイトバス、同時にやってほしいっすよね、超強え。ノーベルガンダム、あーノーベルガンダムはもう終わりか。ここで、はあはあ、ノーベルガンダム大丈夫か、しっかりしろ。はあ、あーウォルターガンダムになった。どうしたんだ。その姿はウォルターガンダム、まさかお前 DG 細胞に。ははは、その通り、 DG 細胞に感染したノーベルガンダムはデビルガンダム四天王の一人ウォルターガンダムへと姿を変えた。ほう、なかなかやりますね。ウォルターガンダムやれ。うわあ、撤退しろ撤退。お得意の撤退。大丈夫かノーベルガンダム、正気を取り戻してくれ。うわあ、いいぞ、お前の真の力を示せ。なあ、ぐあ、なんだ、なあ、誰だ、どこだ。今のうちに逃げるんだ。結局は逃げるんかい。ぐあ、危険だ、一旦引くぞ。お、だいぶ引いたな。ここまで来れば大丈夫だろう。一体誰が助けてくれたのだろう。姿は見えなかったな。くっ、ノーベルガンダムが DG 細胞に侵されていたなんて。救えないのか。程度による、感染が脳まで広がってしまったらアウトだ。だったら早くしないとな。とにかくまずはウォルターガンダムを元の姿に戻すことだ。わかった、体勢を整えて探索を続けよう。デンジャラスノーベルガンダム、え、結局さっきのとこまで戻んの。とりあえずセーブしよう。倒したからな。あ、ノーベルガンダムのチップ手に入れたから、なんか一旦戻ってチップ解析しても良さそうだけど、まあいいや、このまま行きましょう。え、行って大丈夫。ほい、ああ、いなくなってる。どこ行ったんだよ。さあショータイムだ。お、なんか新しいやつらが出てきてんな。マグマ光線、ウルトラマンゼロレベルアップ。ここはなんもない部屋か。だいたいつながるんだよね、今までの傾向でいくと。まあこれもご利用せずでしょう。よしよし、
ん、どっち、もう一個先、あれ道が、あ、こっちか、こっちも扉がある。ここは何もない拾い部屋。あー、ピクシス、ゾディアーツ、物理じゃなくてエネルギーじゃないとダメですからね。うーん、これでいいや。またちょっとスキップをやってなかった。このかわされた。よし、なんもない。こっち、おっと、バックアタック。ご利用せるかな。ユニコーン死なないかな。ヒットポイント高い、こいつ。危ねえ、ユニコーン食らったら死んでたな。回復をさせますか。ヒールレイン2回でいいや。うん、扉がいっぱいだな。お、宝箱。一級品の絶縁体。素材もなかなか良くなってきましたね。行き止まりか。あ、なになになに。混乱か今のは。アーストロン、あれれれれ、どっちだ、こっちか。なんだなんだ、相手の攻撃か。ウルフ星人手に入れた。うん、この先行って大丈夫か。一応ゴッドガンダムを回復させとくか。全開ではないけど。ああ、扉がいっぱいあるな。うん、こっちから。うわ、やっぱりな。始まってしまった。なんだこの広場は。壁や地面には引っかいたような傷や削り取られたような傷が無数に残っていた。血やオイル、焦げ跡などもあちこちに確認できた。戦闘があったのか。かなりひどいな。貴様らヒーローだな。ここは我々が研究する兵器の実験場だ。クロスボーンパンガードか。実験場が貴様たちの墓場になるとは皮肉なものだな。一体どんな兵器の実験だ。貴様らを確実に殲滅するための兵器だ。待て、ベルガダラス、エターナル、なぜ止める。ヒーローの始末は我らの任務だ。俺の方の実戦テストがまだ終わっていないんだ。はあはあ、ウォルターガンダム。噂のウォルターガンダムか。だがここにはバーサーカーの装置はないぞ。バーサーカーシステムなどなくても十分だ。 DG 細胞の作用でより強力になってよみがえった。そう、俺たちネバーと同じようにな。ピピー、緊急通信だ。こちらベルガダラス。何？了解、すぐ向かう。どうした？ DG 研究エリアに侵入者だ。この場は貴様に譲ろう。好きにするがいい。悪いな。なんでハテナがついてんの。勝手なことばかり言ってくれるな。黙れ、お前たちは実験台だ。こいつの強さを証明するためのな。行け、ウォルターガンダム。ウォルター、
いや、ノーベルガンダム、お前は操られているだけだ。ガルル。ゴッド、無理だ。倒すしかない。そうするしかないのか。全回復はしてないからな。ゴッドスラッシュで、アンクは貼っときましょう。物理攻撃が上がるからな。ゼロスラッグアタックだな。こいつはエネルギー攻撃ばっかりだなと思ったら、ドラゴンテイルがある。よし、これでいこう。くらい、超強い。いってー。 OK OK、 スタンした。うわ、何回攻撃してくるんだ。物理マシンキャノンか。どうしよう、ヒールレインで。こいつはちょっと万能ライフキット使っちゃうか。オッケー、いって。ヒルレインだな。ゼロスラッグアタック、ドラゴンテイル。よしよしよし、まあガードされてるけどだいぶ当たるな。いって、毎ターン回復はでも必須だな。いって、やばいやばい。どうする、いけるか、このくらいのヒットポイントなら。ちょっとダッシュをかけよう。各皆さんの必殺技でガンダムウルトラコンボ、あ、そっか、ウルトラコンボってウルトラマンとのコンボね。うん、だからこれ強い。ストライクドラゴン。くらえ。441マジか。誤算だった。倒せねえ。やっべ。これやばい。ちょっと回復しよう。ライフキット自分に使って。一応、ヒールレインを貼っとこう。ライフキットをこっちだな、そうすると。やばい。うわー、いてー。しまった。ちょっと最後読み違えた。これはもうちょっと再戦っすね、このまま。ヒットポイントは回復させときましょう。まず、ヒールレインと、ほい。で、大丈夫かな。よーし、行くぜ。ちょっと再戦。物理攻撃がいいから爆熱ゴッドスラッシュはエネルギーか。ゴッドスラッシュでいくか。そうすると、あ、じゃなくてマシンキャノンでいいんだ。相変わらずちょっとここを張って、ほいー、最初通ってるのに、なんでだ。あ、いてー、幸先悪ー。うん、いってマジやばい。とりあえずウルトラマンは攻撃をしていかないとな。ヒール、ちょっと待って、自分で回復して、こいつはヒールレイン張って、ウルトラマンはもう絶対攻撃で、こうだな。
よし。あとは攻撃をしつつ、自分で回復だな。メテオ、何回攻撃してくるんだよ、まったく。ヒールレイン張って、ちょっとライフキットでライダーを回復させて、ライダーは攻撃と。いて、これ強い。危ねえ、今当たったら絶対死んでた。エネルギーっていうかない、 SP がない。これも使うと SP なくなるな。いて、いやー死んだー。ウルトラマンが元に戻ったけど、ちょっとユニコーンが死んでるからな。おっしゃ、切るんだ。オッケーオッケーオッケー。なんでここに来て。まあいいや、ちょっとこれはレベル2を使って、これこそ畳めるはず。ゴッドフィンガー、こいつ死んだから何もできん。回復させよう。これって、あーそうだ、2ターン目だ。ガンダムとウルトラ戦士、ファイナルウルティメイトゼロが使いづらいな。いい、いいや、ちょっとやろう。ストライクドラゴン。エネルギー充電。痛い、スタンした。スタン大丈夫かデスネイビーってどんくらい強いの。いや、攻撃しよう。そんなもんか。いや、いけるだろう。そうか、ファイナルウルティメイトが使いにくい。 OK、レベルアップ。ウォルターガンダム、うわー、戻った。倒されたウォルターガンダムはノーベルガンダムの姿へと戻った。ノーベルガンダム、はあはあ、ふん、まあいい。確かに異世界の力は面白い、だが頼りすぎるのも考えものだ。ユートピアには悪いが、やはりあの計画を実行するしか。またどこかで会おう、ヒーロー諸君。待て、逃げられたか。ゴッドガンダム、あたし、俺が分かるのか。分かるんだな。まだ脳は侵されていないようだ。すぐに治療すれば助かる。ヒーローたちはノーベルガンダムを拠点へと運んだ。ノーベルガンダムはすぐにメディカルルームに収容され、 DG 細胞を除去する処置が行われた。ノーベルガンダム、もういいのか。はやっもう大丈夫だって。どんだけ性能いいんだよよかったわ、思ったより感染が浅くて。浅くて、あれか、恐るべし DG 細胞だな。それにしても君はネバーで何をされていたんだ。デビルガンダムの生体ユニット候補として研究対象にされていたの。デビルガンダム、やはりこの世界に取り込まれていたか。ええ、マスターガンダムをね。マスターガンダム、師匠が？うん、ネバーと手を組んでデビルガンダムを研究しているわ。そんな、師匠がネバーと？じゃあウィズダムキューブにいるってことだな。そうよ。そのデビルガンダムの生体ユニットっていうのは何なんだ？デビルガンダムという文字通り悪魔のようなガンダムが存在するのだが、
そいつを覚醒させ本来の力を引き出すために必要ないわば生きたパーツだ。デビルガンダムは一旦目覚めたら最後、とんでもなく凶暴でそう簡単には倒せない。詳しく話し始めたらキリがないが、まあこんなところだ。生体ユニットの候補ということは他にも君のような存在が？ええ、直接会ったことはないけど、ティガと呼ばれるヒーローがいたわ。ティガ！マスターガンダムの本命は私じゃなくてそっちだったみたいだけど。ティガが生体ユニットの候補か。地下2階の奥がデビルガンダムの研究エリアよ。囚われているとしたらそこね。クロスボーンヴァンガードの実験場の奥にあるエレベーターから降りられるはずよ。よし、まずはそこを目指そう。ノーベルガンダム、かけらについて何か知っていることはないか？かけら？ごめん、聞いたことがないわ。そうか、わかった。ではティガの創作メンバーをメインで進めよう。創作をメインで進めよう。だがかけらもどこかにあるはずだ。この創作はバース、メッテオ、ビーストに任せよう。いつものメンバーっすね。了解。では各自準備にかかってくれ。戦士の絆、研究エリアを突破せよ。うん、ちょっとチップを報告して。そう、いっぱいあんな。いっぱいある割には何もできねえ。とりあえずこれで大丈夫かな。うん、そうですね。じゃあ、一旦ここで終了して、次はデビルガンダム研究エリアですね、向かっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。